はい、皆さんこんにちは第二種電気工事士筆記試験講座講座ガイダンスを開催しますまず最初にですね第二種電気工事士とはと書いておりますけれどもどんな仕事ができるのかなという説明です電気はですね皆さんの生活にとって書くことのできない必要なものですよねしかしですね誤った電気工事を行いますと漏電による火災や あ、乾電などの事故が発生する危険性があります。非常にあの危険なものですよね。このような事故を防止するためにですね、電気工事を行えるものは電気工事士の資格があるものに限っています。つまり電気工事士の資格がなければコンセントを取り付けたり電灯の配線工事を行うことはできないということですね。 はいで、この第2種、電気工事士の工事可能範囲どの範囲がですねできるのかなということなんですけれども、もご存知かと思いますが、電気工事士には第1種と第2種があります。第2種、電気工事士はですねこちらに書いているような内容ができます。一般住宅です。とか、小規模な店舗、事業所などのですね電力会社から低圧ですねえ。600v 以下を低圧と言います。で、受電する場所の配線。 から電気使用設備ですね、こういったものをですね、一般用電気工作物っていうんですけれども、これのですね、電気工事を行うことができるということになっています。第一種のなとですね、事業用電気工作物などができるようになります。さて、この第二種電気工事士の資格を取得するにはどうしたらいいのかなということなんですけれども、まずですね、国家試験ですね、筆記試験ってあるんですけれども、この筆記試験に合格する必要があります。 で第二種電気工事士はです、ね、この筆記試験に合格した後、まあ、二次試験と言えばいいんですかね技能試験がありましてこちらに合格する必要があります筆記試験と技能試験に合格すれば第二種電気工事士の免状が取得できるということになっていますでこの筆記試験はです、ね、毎年6月頃これ上期て呼んでますでそれから2回目が10月頃ですねこれ下期て呼びますこの2回実施されています で技能試験はですね筆記試験が終わったまではその試験の実施時期と内容まあ内容についてですね説明したいと思うんですけども先ほどですね毎年6月頃が上期10月頃が下期の年2回実施されるという説明をしましたで筆記試験の内容なんですけどもこちらはですね 電気に関する基礎理論、まあ、オウムの法則とかそういったものですねだから電気工事の施工方法に関する問題、まあ、いろんな電気工事方法があるんですけどもねそういった内容が出題されます試験時間は2時間で問題は50問出題されますマークシート方式になっていますそれから技能試験なんですけどもこちらはですね、実際にですね、電気配線工事を40分で実施する試験です コンセントですとか、スイッチですとか、電灯用のソケットなどがですね。与えられますので、それを実際に配線してですね。つないで、ちゃんとつくようにするという試験なんですね。で実は、この技能試験の問題なんですが、広報問題がですね。十三問、毎年一月下旬頃ですね、まあ、提示されます。この十三問に対してですね、そのうちのどれか一問がですね。当日の試験には出題されます。したがって。 13問の広報問題の配線工事ができるようになっていれば技能試験合格でできるとということですね、はい、それから申し込みなんですけれども受験の申し込みはですね上期の試験を受ける場合はですね3月下旬から4月上旬ですね下期の場合は7月下旬から8月上旬になっています。 それからですね、下期の場合はですね、技能試験のみの申し込みがありまして、9月中旬になっています。これはですね、上期で筆記試験合格して技能試験を受けたんだけど、技能試験が落ちてしまった方とかですね、そういった方はあの下期でですね、技能試験のみ受けることができるということですね。このように、 紙機下機あるんですけれどもどちらを、ね、選択して受験していただいても可能ですで紙機をしたので下機を受けることも可能です詳細はですねこちらの一般財団法人電気技術者試験センターのホームページに載ってますので、ね、そちらを見て間違いのないように進めてくださいだから学習方法ですこの講座は筆記試験講座になりますで内容的にはですね まず本講座ではあの必要な内容をですね理解していただくような説明基本的な内容を説明していますその内容に対してですね過去問の解き方をですね説明してご理解いただけるような内容になっていますまあこのように基本的な内容それから過去問を繰り返しどんどん進めていきますそれから下に書いてますが記憶はですね繰り返しが大事です 何度か繰り返し是非学習していただいてですね、えー、記憶にとどめていただければと思います、はい、それから参考ですけども技能試験ですねこの講座では扱っておりませんが二次試試験験のの技能試験についての勉強方法ですねこちらの先ほど言ったように実際に導線を接続したりコンセントやスイッチを取り付けたりしますので、まあ、実際あるんであればですね集合研修を受講されることがベストかなと思います。一応あの 本講座をですね受講された方については、私どもが主催しております東京電気塾こちらでですね技能試験講座を実施しておりまして、まこれは都内で東京都内で実施するんですけどもね、こちらで受ける場合割引をさせていただきたいと思っております。詳細はこちらのですね東京電気塾のホームページをご覧いただければと思います。 継続は力なりです。繰り返し学習していただいてですね、ぜひ合格を勝ち取っていただければと思います。以上でガイダンスは終了します。